これらはどの考えが正しいということは、えー、判定することはまあできないわけですけれどただ一つの立場を取らないと理解することとができないということでありますここでは東アジアの時代区分として旧石器時代新石器時代あるいはそれに似た東アジアの社会は戦死時代随藤時代にかけてを古代。 そうすると朝鮮半島でも三国時代統一調時代は古代日本列島でも古墳時代飛鳥時代は古代ということになります。まあ9世紀の後半から10世紀以後と申し上げてよいかと思いますが東アジア全体が中世社会に転換をしていったというふうに理解するのが多分一番わかりやすいであろうというふうに考えます。このように考えますと東南南アアアアジジそれから南アジア 西ア,ジア西アジアにつきましてもおよそこれと矛盾のない時間の区分もできますしヨーロッパでもこの古代社会のピークはフランク王国が出来上がった78世紀ということでアジアとも一連ですね次回からはこの時代区分の立場で その時々の文化交流についてお話をしたいと思います。